も、ダークセイバーです。今回は、優秀の語り継ぎたい名馬ランキングが純粋な人気投票だったら結果変わると思う？に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。俺は10位くらいまでの上位の結果は変わらないと思う派。ぶっちゃけ変わらんやろな、マジでディープ強すぎるもん。ぶっちゃけ語り継ぎたいも実質人気投票だし。票が近いところ一つ二つ入れ替わる程度で大筋は変わらないっしょ。馬娘ブーストでどんなもうちょい上に来ないかな。馬娘どんな好きな層と馬のどんな好きな層ってあんまり被ってなさそうだから厳しいかも。史実知らない人が馬中見たら、ずっと勝ってたんじゃないの？ってなりそう。どんな。リアル競馬好きからしてみれば、圧倒的人気馬のオルフェーブルにタックル食らわせたヒールの印象が強いだろうからな。好きな人もいるだろうが、実質人気投票だから直近の馬が強いランキングって言われてるのでは。最強馬ベスト100とかにしないで未来に語り継ぎたいなんてふわっとさせてる時点で、あなたの好きな馬に投票してね、イコール人気投票って言ってるようなもん。ディープもやばいけど、オグリもやばいわ。優秀この手のランキング3回くらいやってるけど全部ディープ1位だからもうディープ超えるの無理なんじゃねえかな。20年経ってもダントツトップの時点で何のランキングにしようがディープには勝てないよ。中間層は直近の馬有利だけど上位は競馬史逸面みたいに固まってるしな。出生率が高かった頃の層がディープインパクトを支持する以上1位は変わらない。もうね、1位ディープ、2位直近の最強馬、3位4位オルフェカオグリ、5から10位鈴鹿ウォッカとかそこら辺が固定化してるんよね。ボウ、オルフェに心を奪われた競馬初心者。数ある名馬の中で我がボウ君が伝説の英雄、伝説のアイドルホースに次いでランクインしている事実が夢のよう。結局は強いやつが人気なんだろうなとは思うが個人的にはオグリキャップみたいな場所で人気が出てるのが一番好きかな。多分次の2030年ぐらいにやったら、1位ディープ、2位直近の強い馬、3位オルフェオグリ、5位イクイアモアイぐらいになると思う。もうその世代だと薬知らない世代だしな。5年後となるとディープインパクト3区を直接見てない人が増えるな。ディープが総合ポイントだと7万超えててイクイが4万、2千弱。3位のオグリが3万、8千ちょいで4位オルフェが3万、7千弱。5位アモアイが2万、6千だから割とかなり差が激しいぞ。ディープ2位にそんな話してるのか。イクイノックスでこんなに話されるならあと20年くらいは不動の1位になってそう。守護馬の話で思ったけどこれからはディープインパクトもディープインパクト3区も知らない世代が増えていくってことだよな。仮にイクイノックスが守護馬として大成功したなら結構変わってきそうな気がしてきた。かなり高いハードルではあるけどね。むしろディープ関係を知らない世代が増えるんだからハードルは下がると思うよ。サンデーの競走馬時代や守護馬時代を知らない競馬ファンでも定期的にサンデーすげーってなるからディープの影が薄くなることはなさそう。年齢が上がるにつれて最近の馬に票が入りにくくなる傾向にあるから10年20年後にはオルフェイクイモ5位ぐらいになってる可能性はある。守護馬として跳ねた馬は残りやすいかもしれん。何かの投票だととりあえずディープの感覚で票が入る存在だから強い。それだけ絶対的な存在として競馬界に爪痕を残したゆえに。ビールみたいなやつだな。ディープには前世紀竹豊補正も関わるから投票じゃ強い強い。投票できるのが10投で1位10ポイントから11ポイントって感じだからよっぽどの馬が出てこない限りディープの首位は揺らがない。競馬知っててこの手の投票にディープ入れないやつなんて逆張りにも程があるし。イクイノックスがディープ並みの守護馬になれば可能性はあるな。多分ディープ超えの成績でようやく可能性ありってライン。ディープと同じような成績じゃ現役時代3冠取ってる方が圧倒的に強い。1位票のみに限定してもイクイとディープって2万3千くらいポイント差あるからとりあえずここ数年はほぼディープ超えるのは不可能かな。でも不思議なのはこれが馬娘化して欲しいになると結構劇的にランキング順位が変わること。ディープインパクトみたいな有名中の有名な馬になると自分がわざわざして欲しいって声上げなくてもいつかなりやろって心理もあると思う。それよりはなんか知名度実績的に当落戦場みたいな馬に入れたいというか。70代でもディープが1位っていうのは恐ろしいな。70代は内国産守護馬がカスみたいに扱われた時代も知ってるからな。その時代を見てきた人にとって内国産馬ディープインパクトがノーザンテイストやサンデーサイレンスの位置にあるのはマジ感慨深いと思うで。現役時代だけでも竹豊と無敗三冠達成したってドラマ性と比べるとイクイはただ単純に強いだけでエピソード的に大衆受けするような筋書きがないからな。この手の投票で守護馬成績ってそこまで加算ポイントにならんと思う。
仮にイクイノックスがディープ並みからそれ以上の繁殖残せたとしても投票者の心理的に競争成績比較でディープ代なりイクイノックスになるだろうし。ディープは少なくとも若駒ステークスでやべえって知れ渡ったから活躍の実動期間長いんよ。投票数自体が少ない現在20代以下の票だけでディープまくるのは難しくねえかと思う。ボリュームゾーンの40代以上の票がなくなるのは最低30年後とかになるけど、その頃には多分今後出てくる馬が2位になってそうだし。そもそも少子高齢化でどんどん若いやつの票は減っていくから上位はひっくり返りにくくなる。もうその頃には優秀配管してても驚かない。なんなら競馬自体どうなってるんだか。今、組織自体に不信感出てるもんな。第二次世界大戦始まって、競馬開催国が巻き込まれてなくなるとかもありえるし。名前とかも大事だよな。シンプルでかっこよくて口ずさみたくなるような名前、それに強さとかが加わるとなおいいって感じ。ディープインパクト、オグリキャップ、ハルーララ、ハイセイコー、キタサンブラック一般でも有名な馬は確かにシンプル。小学生でもワンチャンわかりそうな英単語か日本語そのまんまってやつばかりだな。シュボバウンヌンカンヌンより竹豊が取った無敗三冠馬とルメールが取った東大世界最強馬でどっちが人気するねんって話やろな。どっちも人気はするだろうが、竹豊かルメールかとリアルタイムで見たかい中で。そういう点ではルメールが日本人なら割と凄まじい人気になっていたのだろうか。竹豊が凄すぎるのはわかるんだけど、ルメール自体にあんまり人気がないように思える。外国人騎手でも感動エピソードがあれば人気はもっとあったと思う。ネオユニとミルコくらいの話がイクイとの間にあれば。令和2点ポイントと新山が22位と23位にいるの地味にすごい。竹豊×無敗三冠×リーディングサヤー、そやー勝ち目ないって。いろいろ文句言いたくなる気持ちもわかるけども。野球選手で言えば鳴り物入りでやってきてて活躍してる中堅外国人選手と高卒ドライチで入団してすぐにエースになって今でも先発ローテ入ってる大ベテランって感じだしな。どちらも人気だろうけど後者の方がそりゃファン人気高いのは当たり前。圧倒的な強さがあるのに出遅れ上州ゴール板勘違いとか、人で言うなら抜けたような愛嬌があるとか、竹豊じゃないと乗りこなせなかったと言われるピーキーさゆえの人馬一体感とかもあるんかね。ディープ人気、もろもろ複合的な理由が合わさってるし、総合で強いというより複合されたここからしてまず強いイメージ。単純にレース派手だもの、追い込み大逃げは人気出るってよく言うっしょ。ガチのライト層には名前の覚えやすさは実際大事。優秀で投票する層にはあんまり関係はないだろうけど、ディープは勝ち方が強烈すぎたのも大きい。最高峰からすっ飛んできて全馬ごぼう抜きは競馬よく知らない人でも強さがわかりやすいし、逃げや追い込みってだけで人気出やすいのに、ディープは追い込み、しかもまくるタイプだから見応えあるのよね。そんで出遅れマシーンだから笑いどころもある。ディープは馬単体でナンバーワンになるレベルのポテンシャルがある上に安定が安定だからね、多分今後もずっとディープが1位なんじゃないかな。というかディープは10代20代でも2位なんで、結局イクイが今後シュボバで活躍しないと後続勢にも追いつかれて、なんだかんだ票が集まったディープが1位になるって流れになりうる。安城ミルコで三冠馬が出たらどうなんだろう、上位に入ってくるかな。三冠馬というだけでリアルタイム層の指示が出るから、あとはパフォーマンスやエピソード次第かな。全然実感湧かないけど、アモアイって普通に牝馬トップクラスの人気だよな。牝馬で毎回トップ5に入ってるのほんますごいと思う。ボバの方が人気高そうなもんなのに。ルメールが竹豊ならディープとの3万ポイントは埋まるのか？埋まらないと思うよ。ルメールが竹豊で竹豊がルメールなら3万は逆転できずとも割と現実的な差になってそうではある。ずっとトップジョッキーやってるのに3冠には縁がないところに無敗付きで3冠ってのが強いからね。ただ単に豊がイクイ安城でも差を埋めるのは無理じゃないか。別に差別する気はないけど、そこは民族性がね。そんなこと言ったらハイセイコーやオグリキャップも地方出身というの除いたら人気半減するだろうし。まあ人気者が自分と共通点があるって知ったら好感度上がるもんだからな。生まれ育ちの国ってなったらなおさら。それこそ大谷翔平だって日本人じゃなかったらこんなに日本で話題にならなかっただろうし。